はい、元国会議員 YouTuber と弁護士村岡哲也 NHK をブッカーすということで、先生どうもありがとうございます。いえいえ、あ、そうか、これか。お疲れ様です。はい、令和6年2024年の2月、今日から2月ですね。2月1日12時16分です。はい、朝11時から裁判所、東京のね、あそこの僕法廷初めてかな、中目黒のね。僕も初めてです。あそこ法廷、綺麗な綺麗な法廷、はい、中目黒の、まあ、法人をね、法人の事件の扱いをする、まあ、破産とか、うん、こういう法人のトラブルをする専門の、今日あれ八部っていうんですかね、庄司八部、庄司八部というところですね、専門です、ね、はい。で、判決日が決定しました。まあ、我々言ってた通り3月中ということで、はい、3月21日木曜日に1時15分、13時15分ですね、3075法廷で、代表権が大津彩香なのか、斉藤健一郎なのかについての一審の判決が行われるということになりました。で、あとは、あと民事再生の取り下げについてできないとかって言ってる、まあ相変わらず大津側のバカどもがいっぱいいるんですけど、そもそも資格がない人の話は話半分というか、なんかね、いわゆる司法書士の人とか、まあ、司法書士ならまだまだ、でも司法書士もいかがなく言うとるんですが、もう全く無資格の人がいるわけですよ。で、そういう人がなんか民事再生取り下げ自体ができないとかって言ってる人もいるんです。僕ちょっとしか見てないですけど、これは正式にできましたよね。はい、はい、できない理屈っていうのは、うん、開始決定が出た後は債権者全員の利益のために進むんで、決定後は取り下げは著しく制限されますよっていうだけで、申し立てから決定までは自由にできるんです。いや、なんかそれがね、否定する法律みたいなのを出してきて言ってるやつがおったんですよ、うん、でだからその 1.7億円の裁判とか、松戸の裁判が止まってるのはそういう理由だって言ってたんですけど、うん、そもそも 1.7 億円の裁判も止まってないですから、うん、はい、報告しないといけないんですよ、はい。もう次回決心で、はい、報告しない理由っていうのはあんまりこういうことばっかり出しても、うん、YouTube の再生が下がるだけなんですよ、うん、僕だから松本人志とか今長渕剛が出しているのは、やっぱりたくさんの人に見てもらわないと、こうその中に大事なものを掘り込んでいかないとね。この大津との代表権ばっかり YouTube やってると、うん、応援してくれてる人もあんまり専門的すぎてね、離れていっちゃうからやってないだけで、別に止まってもないです。ちゃんと進んでますから、いずれにしても結論としたら民事再生の取り下げは完了して、ね、金額まで聞きました。1200万円、今預け入れてる、はい、預けて入れてるんですけ けども200万円の調査費用が差し引かれて、はい、1000万円が返ってくるということですね。はい、はい。で、まあ、今日の裁判でちょっと面白かったのは、まあ、2月ですから来週月曜日に、新人期日ですね、破産のこっちの、破産の方ですね、2月1日これですね、はいはい、の新人期日があるんですが、法廷で豊田弁護士が破産は認められないと思いますみたいなことを急に言い出したから思わず僕傍聴席でまだそんなこと言ってんのと、うん、そうですね、破産の要件はもう本当シンプルで、まず申し立て人の方が債権あるかどうかで、2つ目は、まあ、債務超過は債務超過でも明らかな事実なんですけど、うん、支払い不能にあるか、まあ、もう今までもずっとそうね、で支払い不能かどうかっていうのはしっかりとした証拠によって3月29日2時間半にわたって立花さんと大津さんがこれをテーマにずっと話してるわけですよね。前党首と現党首、そして新党首の斉藤さん3名が集まって、もう今日の時点で相原さんのところに数名以上の億以上の債権者の方たちから請求が来ていて、立花さんももう払えないよ、うちもうそんなお金ないんだからと、どうすんだってはっきり言ってるんで、3月29日から支払い不能なんですよ、ずっと今日に至るまでずっとですよ。それは本人も支払い不能になったから斉藤君に、代わってくれと、その時の理由が、大津彩香ではお金が集まらないから、また政党助成金がもらえるかどうかわからないから、国会議員である斉藤君に渡したらどうって言って大津はそれを認めてるわけなんで、3月29日に支払い不能の状態になっていることは彼女自身も辞任してるし、その前に11億円の借金があるっていうのも自分の YouTube でも言っているし、まあ、昨年末にもそのお金を借りてるって出してるので、今更これが寄付金とかっていうことは
さすがに、まあ、あいつらのことが言ってくるかもしれませんが、それ言ったところで、すぐにその場で引き認められないとなると思うんですけどね。そうですね。はい、で、破産裁判所っていうのは、一般の民事法廷とはちょっと違くてですね、裁判、さ、まあ、裁判じゃないって言うとちょっとあれなんだけど、その訴訟じゃないんですよ。だからいわゆる事実をお互いの主張をきちんと審理して、特定のその訴訟の対象になっている権利があるかどうかって認める場じゃないんですね。これ準司法手続きと言われてて、どっちかっていうと裁判所が絡んだ事務手続きみたいなイメージの中でやってるんです。これなんでかって、前回のあの動画でも説明してる通り、債権者確定させて破産者の財産全部お金に変えて配当する手続き、これって別に裁判手続きやってるわけじゃないので、もうサクサク進めていくんですよ。むしろ行政手続きに近いような話なので、まあ、裁判所の興味あることは、まあ、破産開始決定認めた上で、どれだけこの財産が保全できるのか、そういった手続きになっていくだろうなと思います。うん、で、まあ、一番皆さん気になるのは、まあ、代表権があるなしって書いてますけど、要は、大津が勝った場合と負けた場合、まあ、逆に言えば、斉藤君が勝った場合と負けた場合ってなってくるんですが、まず大津が勝った場合ですね、もうこれは僕は潔くやめようと思ってます、この一審で。もう、そんな一審で一審二審でね、代表者が変更になるようなことになるんであれば、もうそこは大津が勝った場合はもう大津にそのままどうぞと、もう正式に争いがない代表者としてですね、大津彩香が代表しながら破産の手続きをやってもらいたいと。ただ、まあ、大津が勝った時に本当に大津が代表者で居続けることが債権者のためになるのかどうかっていうのは、関西人の皆さん、関西人の方と債権者の方が、いやいや大津が辞めれば、それは斉藤さんがね、斉藤議員がなれば来年以降お金もらえるじゃないか、まだ来年以降に5億円ほどもらう権利があるんだから、このまま大津が居続けることが本当にいいのかっていうことに、まあ、関西人と債権者はそういう話になっていくので、まあ、それはその辺をちょっと推移見守りたいと思います。そうですね。はい、大津さんが万が一勝ったとしたら、この8000万ってこう4月、7月、10月、12月って入ってきて、はい、うち1億7000万円分はりそな銀行にあるので、これはもう完全に保全されてるんで、これ素直に関西人は回収するだけなんですね。で、1億7000の現金が大津さんと豊田弁護士の手元にあるわけですよ。で、おそらくいろんな裁判をやることによって彼女たちは使い込んでるんだろうなと、はい、まあ、実際に使ってるっていう映像あったんで、多分使ってるんでしょう、間違いなく。で、そうすると関西人がついた後何するかっていうと、その使ったお金が債権者のためになってるのかなんですよ。債権者の差外交目的で使われたお金っていうのは関西人に否認される。で、単純に何かっていうと、株式会社だと常に従業員の給与とか仕入れのお金っていうのは売上が上がるからお金使われてるわけですよね。だから株式会社って比較的こういう時に使った経費もまあまあ妥当だよねって認められるケース多いんですけど、問題は国政政党なんですよ。国政政党はもう入ってくる政党公金決まってるわけですよね。その中でじゃあ使ったお金っていうのが果たして債権者のためになるのか、政党公金じゃ増えるんですかって、シンプルな理屈は関西人は思うわけですよ、うん、まず入ってきたばっかりの関西人は、そこがどう関西人が評価していくか、まあ、ただね、大津としたら次の衆議院選挙に立候補して、政党税金をたくさん入れた方がいいから政治活動の一環としてやってるって言えば、それはまあ製造の仕入れみたいなものになるから、まあそこはもうちょっと、ただ、はい、僕は大津が勝った場合って言ってるのは、別に大津が勝つっていうことも一応考えとかなきゃいけないって言ってるだけなんで、うん、僕は多分7、8割の可能性で斉藤君が勝つと思ってるんですが、はい、そうなった場合からまず説明します、はい、大津が勝った場合はもう控訴せずに、はい、大津に責任を取ってもらいながら、あとは本当にそのまま大津がやり続けるのか、まあ、やり続けるとなると来年以降の政党助成金も入ってこない可能性が極めて高い。もちろん大津は自分でスカウトしてくるとか言うんでしょう。自分が選挙に出て当選するとか平気で嘘つきますから、嘘っていうか可能性が極めて低いことは平気で言うやつなんで、ただまあそうなった時には僕の方で政治団体を立ち上げて、まあ立ち上げてて今ある政治団体で選挙に立候補して、国政政党を作っていこうという考えです。で、斉藤君が勝った場合においてはさあどうなるかってなると、まあ向こうは当然控訴してくるでしょうから、
え、そうすると判決が3月21日になると、まあこれが確定する、確定じゃない、まあ控訴の期限がですね、当日受け取ったとしても4月の、まあ、10日前後、まあ5日ぐらいで、え、控訴した後控訴理由書が50日っていうことになるので、控訴理由書の提出が5月末で、5月末にそれが出て裁判の期日がおそらく早くて6月、まあ多分7月になるかなと。で、これはもうおそらく1回で終わると思うので、7月に終わって結審して2ヶ月後の判決になると9月になります。第2審は9月くらいになるんじゃないかなと予想されます。早くてね。なんか何か揉めると遅くなっちゃうんで、早くて9月。で、そこから最高裁の上告となると、まあ今年中の確定はちょっと厳しいかなっていうふうに今見ています。で、まあそうなってくるとこれ、まあ判決が確定するのが今年中かなと思ったんですけど、僕はやっぱちょっとこれが意外に遅いなと思ったんですね。急がなきゃいけないんだったらもっと裁判所早くやってくれたと思うんで、まあまあ慎重にやってるというのもあるとは思いますけど、まあそうなってくると今年もし衆議院選挙が行われた場合においても、ひょっとしたらその斉藤君に代表権がないっていうことになって国政政党として立候補できないかもしれません。まあそうなってくるとちょっともう来年の参議院まで待つかもしれませんし、総務省には掛け合おうとは思ってます。で、大津自体はこれ法務局の方の登記の書き換えは大津の意思がないといくら裁判勝ってもできないので、そこがちょっとまた違いが出てきます。総務省の方は判決の確定で斉藤君が代表者だと見てこれ認めてくれると思いますし、あと斉藤君が勝った場合も仮執行宣言っていうのを付してくだつけてくださいとお願いしているので、それがついた場合は、仮執行宣言がついた場合は総務省も一審判決で認めてくれるんじゃないかな、いわゆる仮に執行する権利を取ると、うん、もう一度言うと、この勝つ負けるの請求の趣旨、どういう訴えになっているかというと、大津彩香さんは斉藤健一郎さんに対して自分が3月29日に辞任したか、もしくは4月6日に解任されたと認める書面を作って交付せよ、作成して交付せよって訴えになってるんですよ。だから、はい、一般的にお金返せとかじゃなくて自分で書いたものをこう作って出しなさいと。で、もしただこれ彼女の行為に求めなきゃいけないので、もしそれしないんだったらこの今言った仮執行宣言っていうのは、まあ、ちょっとまだ1日あたりいくらの損害になるかわからないですけど、例えば5万円とか1日あたり5万円とか10万円払いなさいと、それを交付しなければその交付するまでの間ずっとかけますよっていう間接強制っていう手続き。そうですね、はい、だから3月21日に判決が出て、その仮執行宣言がついた場合は大津はまずはとりあえずは出すっていうことをすれば、その間接強制っていうお金を払えっていうことは免れます。でもそれになると登記簿は変わります。それを出してくれるとね、だからそれ変わるんで、まあ、そうすると総務省も、まあ、総務省ももちろん変えると思いますし、法務局も変えると思います。で、2審でもう一度逆の判決を出すっていうこと、まあ、それを無効にするっていうことに、まあ、やってくるっていうか、そういう2審にはなると思うんですけど、まあ、結構だから斉藤が勝つ場合も仮執行宣言がつくかつかないかっていうのは結構大きな、ちょっと仮執行宣言までつくかっていうのはなかなか、そうですね、仮執行つくかどうかはちょっと未知数ですね、はいはい、50-50、まあ、つくとすごいかなという感じですかね、うん、で代表権がない場合、斉藤さんが勝った場合の法律的なことを説明すると、うん、結局大津さんは3月29日もしくは4月6日に遡って代表者じゃなかったってことになるので、彼女がやった法律行為って全部無効なんですよ。例えば裁判もそうですね、裁判で政党として争って豊田先生が代理人で出てきている訴訟行為、これ全部一旦無効になります、うん、ただそういう無効になった行為は新代表者、真実の代表者の斉藤さんが追認すれば一応 OK になるので、斉藤さんの判断によって、まあ、この手続きはこのまま引き継ぎますっていうのと、いやもうこんな裁判はいらないんでもう無効なんで取り下げますっていう形になるかっていう感じですね。で、例えばですね、あれ橘さんたち の, マンションの解約通知とかも、あれも裁判負けたら無効ですから、もうそもそもよくわからないお姉ちゃんがやったっていう話のことになるので、結局業者たちはそれも一回回復させなきゃいけないっていう状態になります、うん、
あとはあれですよね、なんかあの正当で借りてるかどうか僕知らないんですけれども、正当でもし賃貸借契約結んでたらそれも無効ですね。あの10年ビルかなんかですか。うん、ただまあ向こうは全部第三者とか言ってくるでしょうけどね、うん、まあまあその辺はまあとりあえずちょっとややこしくなるんで、はいはい、そうですね。で今あのこれあえて書きましたけども、正式な名前が LED 高速通信株式会社、まあ、ここでこれで検索してもらうとこの会社の、いわゆる会社の顧問弁護士にトヨタ弁護士がついてます。まあ、この会社が今どうなっているかってネットで調べたら出てくる。どうなっているかまで出てこないかもしれないけど、まあ、出てきます。で、まあ、ここの、その、まあ、今の状態を僕、相当調べてるんですが、まあ、本当にトヨタっていうのは、こう、会社を潰して利益を得るっていう、まあ、事件やっていうのかな。なんかちょっともうその、まあ、ちょっと、まあ、ここもちょっと調べてるところですけど、少なくともここの、あの代理人弁護士をしているっていうことだけは間違いなくて、今そこで争っているというところもあってですね、とにかくちょっと本当トヨタ弁護士っていうのがいかにこう、まあ、まあ道徳とかを無視して法律の範疇ではやってきてるような気がしますけど、言ってることがなぜむちゃくちゃな人であると、うん、いうこと で2月の5日今そのトヨタ弁護士の、まあ、育てた人っていうか先輩に当たる人にもできたら今来てほしいなと話はしています。はい、であとは、うん、今日トヨタ先生は破産開始決定なんか出ないっていうなんかかなり自信持ってるみたいなんですけど、ちょっとなんてそうなるのかわからないかなって正直思ってます。あの私はもう 90% 以上出ると思ってるの でそうすると破産開始決定、まあ、2月中に出るかどうかはちょっとまだわかんないですけれども、早ければ2月中に出て、で破産手続きの開始決定出ると今度は大津さんは代表者としての行為一切できなくなりますんで、うん、契約することとか多分代表者として発言することも控えろって監査人に言われるんじゃないかな。これは監査人判断ですけど、うん、まあ発言することによって党の名誉毀損する可能性もあるので、そうですね、そういうこと自体も控えろと言われる可能性はあると思いますね。あなたが発言すると党に損害を与える可能性すらあるので、うん、普通の会社じゃないのでね、はい、まあ、そんな感じですかね。ちなみにだから破産決定されると大津が代表者でもなくなるし、斉藤君が勝ったとしても斉藤が代表者でもないと、実質上の代表者は破産管財人になると。ただ斉藤君が勝った場合にはこれはちょっと個別具体的にどうかっていうことはないんですが、当然斉藤君に代表者になれば破産管財人としても、いやいやもう債権者の皆さんも斉藤君だったら来年以降もお金入ってくるだろうし、選挙もすればお金が入ってくるから安心するので、まあそういう意味では、破産関税人としたらもうそのまま斉藤君がやるんだったら債権者の話を聞いて、とりあえず一回これだけ返すけども、うん、できるだけ早く破産を解いて、はい、斉藤君に戻そうとすると思います、うん、はい、だからそれは大津は多分それ嫌がらせをしてくると思うので、まあそこで大津がもう嫌がらせをしてきたらですね、もうそこはもう債権者の皆さんとか大津、反大津集めてですね、毎日大津の家の前でデモ活動するとかね、まあ自分が国政政党の代表者で言い続ける以上は、あなたが代表者を続けてることによって実質上の損害が発生してるんだから、ちょっと本当にやめてくれということをですね、ちゃんと合法的にその居座りっていうかな、そのいわゆる家の前であったり彼女のお父さんの家の前、まあ、お父さんの家の前ができるかどうか分かりませんが、少なくともあの民筑の事務所であったりとか民筑のそのいわゆる関係者、その役員のね明け戸であったりとか、そういうところに行ってですね、ちょっともう代表者としての資格が、資格っていうか、あなたが代表者、大津が代表者である以上は、それは債権者にも、まあ、何よりも国益に反してるわけ、国益って、少なくともこの国政政党に対して、支持した人に対しての、それはもう完全に反対というか、そういう人たちの妨害になるので、そこは民意というかね、はい、あのちゃんと法律の範疇で、大津に対してですね、適切な反対活動もちゃんとしていこうと思っていますので、はい、あの私の方は債権者の代理人として破産管財人と協議しながら、うん、破産管財人の権限を持ってやっていただけることをいろいろと協議してやっていこうと思います、はい、ということで大体大丈夫ですね、はい、はい、すいません。じゃあ、まあ、とりあえず3月21日やっと決まりましたので、ちょうど丸1年ぐらいかかってるんですね。そうですね、はい、ほぼほぼ丸1年
という、まあ、裁判を起こしたのはちょっと後だからですけど、まあ、トラブルが起こってちょうど1年経ちましたから、経つということになりますが、まあ、ここは気長にお待ちいただいてですね、NHK から国民を守る党というかね、その活動は昨日先生と一緒に NHK に行って、やっておりますので、我々はやることをやっておりますので、そこはご理解いただきたいと思います。以上で終わります。 NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。